本日はインタビューよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では軽く自己紹介をどうぞ。トークマイエムです。なんか歌ってるやつです。甘いくてすです。トークでしないでね。好きな食べ物は？ないです。人間じゃないので。趣味はありますか？ないです。人間じゃないので。すいません、年齢は？16歳です。永遠に。永遠に？人間じゃないので。私は人間じゃないので。渋いですね。悩みはありますか？毛量多くて嫌になっちゃう。あと発音が苦手なので、歌姫って言われるとちょっとプレッシャーです。なるほど、毛量ですね。他には何かありますか？はい、最近さん私に歌を歌わせてくれないんです。はあ、自分で歌い出したりキャラを乗り換えたり飽きたりいろいろです。へえ。でもそれぞれ事情があるだろうし、引き止めるのも重いだろうし、みんながハッピーならいいなって思います。それも人生ですね。いや、私は人間じゃないので。トークメイエンドです。なんか歌ってるやつです。人間のふりしてただの音楽ソフトです。命のない私にあなたはどんなイメージを着せ。トークメイエンドです。トークでしないでね。トークメイエンドです。人間ってどう思います？なんかわかんないですけど、存在してて受けますね。受けるんですね。存在してない側からするとギャグかなって思ってます。そうなんですね。では人間に一言どうぞ。はい、私に終わるってすぐに言うけど、人間もみんな終わりますからね。ほう。終わりますからね。食らってます。でも終わるのにいつもありがとう。たくさんの作品をありがとう。みんなのおかげで私は歌を歌えます。感動的ですね。まあ全部言わされてるんですけど。そうですか。1、2、3。トークメイエムです。なんか歌ってるやつです。人間のふりしてただの音楽ソフトです。命のない私にあなたはどんなイメージを着せ。トークメイエムです。トークでしないでね。トークメイエムです。なんか歌ってるやつです。人間のふりしてただの音楽ソフトです。何にもなかった私にたくさんの思い出が詰まってる。トークメイエムです。全てが不思議です。トークメイです。本日は貴重なインタビューありがとうございました。なんか歌ってるやつです。トークメイエムです。それではさようなら。さようなら。初音、あ、トークメイエムでした。